尖閣諸島と日中中間線尖閣諸島中国漁船衝突事件は2010年9月7日午前尖閣諸島付近で創業中であった中国漁船とこれを違法創業として取り締まりを実施した日本の海上保安庁との間で発生した一連の事件尖閣漁船事件中国漁船衝突事件とも呼ばれる衝突された 水木と同系のビザン型巡視船に衝突された、与那国と撮影した、ハテルマは同系である、ハテルマと、与那国。事件発生前の2010年7月に、石垣港にて、撮影2010年9月7日、尖閣諸島付近の海域をパトロールしていた、巡視船、水木が、中国籍の不審船を発見し、日本領海からの退去を命じるも。 それを無視して漁船は違法操業を続行、逃走時に巡視船、夜中に、と、水木に衝突し二隻を破損させた。海上保安庁は、同漁船の船長を、公務執行妨害で逮捕し、取り調べのため石垣島へ連行し、船長を除く船員も、同漁船にて、石垣港へ開港、事情聴取を行った。9日に、船長は、 那覇地方検察庁石垣支部に送検された中国政府は、尖閣諸島は、中国固有の領土という主張を根拠に、北京駐在の庭一郎大使を呼び出し、日本側の主権に基づく、司法措置に強行に抗議し、船長、船員の即時釈放を要求した。これを受けて13日に、日本政府は、船長以外の船員を中国に帰国させ、 中国漁船も中国側に返還したが船長に関しては国内法に基づいて起訴する司法手続きの方針を固め19日に交流延長を決定した。すると中国側はこれに強く反発し即座に日本に対して様々な報復措置を実施した。24日国際連合総会開催中で菅直人内閣総理大臣及び前原政治外務 大臣不在の中、那覇地方検察庁、鈴木徹、実績検事が、船長の行為に計画性が認められないとし、またに中関係を考慮したとして、中国人船長を処分保留で釈放すると突如発表を。本決定を、戦国義しと内閣官房長官は容認。25日未明、中国側が用意したチャーター機で、中国人船長は、 石垣空港から中国へと送還された。11月1日、中国への配慮から非公開となっていた、漁船衝突時の動画が、那覇知県によって6分50秒に編集された上で、衆参予算委員会所属の一部の国会議員に対してのみ、限定公開された。11月4日、ハンドルネーム、戦国38こと、一式正春によって、 漁船衝突時に海上保安官が撮影していた44分間の動画が YouTube 上に流出した。海上保安庁発表と流出した動画によれば9月7日午前10時15分頃尖閣諸島西北端に位置するクバ島北西約12キロの付近の海域をパトロールしていた第11管区海上保安本部所属の巡視船水木が 不審な中国籍のトロール漁船、進む量5179を発見、日本領海での違法操業が確認されたため、退去命令を出した。しかし漁船はこれを無視して、違法操業を続行、要望後に、漁船のへさきを巡視船、与那国に向けつつ、エンジンの出力を上げて増速、与那国の左限後部に接触しそのまま逃走を開始した。これを受けて、 水木が追跡を開始し、並走して、停戦を命令するも、漁船は、水木の右舷に船体を、接触、なおも逃走を図った。この時の様子は距離をとって、漁船を監視していた、巡視船、果てる間と衝突された2隻の巡視船によりビデオ、撮影されている。海上保安庁は8日に強行節限して、漁船を停戦させ、船長を、 公務執行妨害で逮捕し、石垣島へ連行した。船長を除く船員も、同漁船にて、石垣港へ開港、事情聴取が行われた。捜査関係者は、海保職員が船長を連行する際、酒臭かったと証言している。翌9日には、船長は、那覇地県石垣支部に送検され、取り調べが始まった。本来なら、 外国船舶が領海内で違法操業や目的のない徘徊をしている疑いがある場合は外国人漁業の規制に関する法律違反や領海等における外国船舶の航行に関する法律違反等の疑いがあるとして漁業法に基づいて停船を命令した地入り検査の実施を求め違反していた場合は該当する法律を根拠に逃走した場合は 漁業法違反によって逮捕することになっている。尖閣諸島の領海では中国への配慮から例外として、領海外への退去命令のみに収めていたが、今回は漁船が2度にわたって衝突を繰り返すなど悪質なことから公務執行妨害での逮捕となった。なお、この際、尖閣諸島領海内で100隻程度の中国漁船が、 領海へ出入りりをを繰り返し方業をし業ていたことが明らかになっているこの日本側の動きに対して中国政府の外務報道官は日本は司法にのっとって即時に船長を安全に解放すべきだと発表した。また、尖閣諸島周辺を自国の領海領土と強調した上でその海域で操業していた自国の漁船に 日本の国内法が適用されるなど、高等無形だ。非合法で効力はないと主張、報道し、関係海域周辺の漁業生産秩序を維持し、漁民の生命、財産を保護する目的として、同海域に向け漁業監視船をすでに派遣したとを発表した。この漁業監視船は、農業部漁業局の漁政201と漁政202であり、 7日に出港した2隻は10日から17日まで尖閣諸島の接続水域に侵入、徘徊し、海上保安庁の巡視船やヘリコプター、海上自衛隊の P-3C 紹介機の監視と警告を受けた。中国政府は、長魚島は中国固有の領土であるという根拠をもとに、事件発生の日から4回にわたって、 北京駐在の庭宇一郎大使を呼び出し、日本側の措置に強行に抗議、船長、船員の即時釈放を要求した。中国政府は、呼び出しの度に、小田,田氏役外交部長女里、総統外交副部長、陽気良外交部長、太平国国務委員と、段階的に行為の人物が対応しており、特に、太平国国務委員による呼び出しは、12日の、 未明ということもあり、極めて異例とされた。なお、船長逮捕当時、菅首相をはじめとして、政府内では逮捕と起訴に積極的だったが、中国が抗議声明が発表したあたりから、戦国官房長官らが釈放を主張し始めていたという。また、中国政府は、 東、シナ海ガスれ問題交渉の延期を通告し、7日の農業部漁業局の漁業監視船、漁船の派遣に続いて、国土資源部国家海洋局が所管する海艦総体の海艦51等2隻を周辺海域に派遣し、11日から13日まで海上保安庁の測量船と対峙し、測量船の海洋調査活動を妨害した。13日、 日本政府は参考人として事情聴取をしていた船員14人を中国政府のチャーター機で帰国させ差し押さえていた中国漁船も中国側に返還したが船長に関しては19日に交流延長を決定しさらに外国人漁業の規制に関する法律違反の容疑でも調べを進め司法手続きを続ける意思を明確にした 9月19日に検察による船長の2度目の交流延長が決定し、日本側の船長の基礎に向けての司法方針がさらに明確になると、中国政府は即座に複数の報復措置を繰り出した。中国政府は交流延長決定の同日中に、日本との閣僚級の往来を停止。 航空路線造便の交渉中止、石炭関係会議の延期及び、日本への中国人観光団の規模縮小を決定した。翌20日には、在中国トヨタの販売促進費用を賄賂と断定し罰金を科すと決定し、21日より、予定されていた日本人大学生の上海万博招致の中止を通達した。さらに同日中に中国本土にいた。 藤田の社員4人を許可なく軍事管理区域を撮影したとして身柄を拘束しレアアースの日本への輸出を複数の税関での通関業務を意図的に遅滞させることで事実上止めた。なお、中国政府関係者はレアアースの輸出差し止め措置について日本経済の弱いところをつくような制裁を検討するように指示されたとしている。さらに21日には ニューヨークを訪れていたオン・カホー首相が我々は必要な強制的措置を取らざるを得ないと在米家僑らとの会合で述べ外国に対しては異例となる強制的措置との文言を使って日本に対してさらなる報復をほのめかしたまた中国農業部が主管する中国漁業法の20日付記事では中国政府が今後尖閣海域での 虚勢によるパトロールを状態化させることを決定したことが報じられた。これらの中国政府の措置を受けて9月24日国内法で粛々と判断すると発言していた菅直人オート首相と前原政治外務大臣が国際連合総会出席への外遊で不在の中、那覇地方検察庁が交流延長期限が5日残っている時点で我が国国民への影響や 今後の日中関係を考慮して、船長を処分保留で釈放すると発表した。これにより、船長は不法上陸扱いとなり、入国管理局が国外退去の手続きをし、翌25日未明に中国のチャーター機で中国へと送還された。船長は帰国した際、V サインで挨拶し、現地報道機関に対し尖閣諸島は中国領であり、 自身の行為は合法である旨を主張し、英雄扱いされた。10月20日には、地元福建省専修市の道徳模範に選ばれたが、その後は、当局から、尖閣諸島周辺への出業を禁止され、自宅を監視されているという。仙国義と官房長官は、船長の釈放は、検察独自の判断でなされたと述べて、これを容認する姿勢を明らかにした。 また柳田実法務大臣と同日昼過ぎに会談していたことに関しては全く別件だと釈放決定との関与を否定し日中関係は重要な二国間関係だ戦略的互恵関係の中身を充実させる余両国とも努力しなければならないと中国との関係修復を務める考えを示したまた釈放決定に対し 民主党など政権内部からも批判が出ていることについては承知していないと述べた。国際連合総会でアメリカ滞在中の菅首相は検察当局が事件の性質などを総合的に考慮し国内法に基づき粛々と判断した結果だと認識していると述べた。同じくアメリカ滞在中の前原外務大臣は国内法に則っ,って対応した。 検察の判断に従うと述べた。検察では、当初、船長の基礎は、可能という判断であり、交流延長をするなど基礎に向けて動いていたが、24日午前の閣議の後、戦国官房長官が、柳田法務大臣に、船長の釈放を指示し、さらに、大林博士検事総長の指示のもと、那地検による釈放の発表になったという。一方、 この決定について、前原外務大臣を除いた外務省、政務三役は、事前に、釈放の話は全く知らされていなかったという。民主党関係者からは、国連総会出席中で不在の菅と前原に、代わって戦国が泥をかぶったのではないかとの見方も、出ている。那八県は、外交関係に配慮したとの趣旨を盛り込むことについて、政府の了解を得て、 記者会見では日中関係を考慮すると身柄を拘束して捜査を続けることは相当ではないと言及した。政府が当初の方針から釈放に転じた理由として中国新聞は中国が11月に行われる APEC を欠席することを懸念した感が船長の帰国を求めたと報じた。また2020年の産経新聞の前原誠事。 元外相への取材によると、民主党政権は処分保留による、船長釈放を、検察独自の判断と強調し、政治判断による釈放を否定してきたが、実際には、当時首相だった、菅直人が、アジア太平洋経済協力会議首脳会議があるとして、胡錦当が来なくなると強い口調で迫り、逮捕した、中国人船長の釈放を支持したという、 当時の外務省幹部も菅首相の指示を認めたが、官は産経新聞の取材に記憶にないと答えた。船長の釈放を受けて中国側は改めて日本に事件についての謝罪と賠償を求める声明を発表。これに対し日本政府は中国側の要求は何ら根拠がなく全く受け入れられないとする外務報道官談話を出した。これに対して 中国側は日本の行為は中国の主権と中国国民の権利を著しく侵犯したもので中国としては当然謝罪と賠償を求める権利があると反論している。その後首相自ら尖閣諸島は我が国固有の領土であり謝罪、賠償は考えられない。全く応じないとしている。この間にも中国政府は 尖閣周辺海域に船舶を派遣しており、東、シナ海ガス電に、海管51等の10隻以上の調査船を、前例のない規模で集結させた。また、24日の自民党外交部会では、すでにガス電白樺に、掘削用ドリルパイプが持ち込まれ、日中の合意違反である中国の単独掘削が、開始された見込みであることが、明らかになった。さらに、 24日から10月6日まで、再び、漁星201と、漁星203が、魚釣り島の接続海域内に侵入、徘徊し、魚釣り島の周辺を、半円状に何度も往復し、海上保安庁の巡視船やヘリコプター、P-3C 紹介機による監視と警告を受けた。これは、事件発生以来2度目の、漁星の接続水域内への侵入となる。 9月29日には、漁政が初めて、尖閣諸島最東端の対象島の接続水域内にまで侵入し、中国メディアは、歴史的異業と報じた。9月29日は、細野武氏が、個人的な理由で中国を訪問した。これについて、菅首相やマイバル外務大臣は、政府は関わっていないと発言していた。 しかし、毎日新聞11月8日、長官において、戦国官房長官が、尖閣沖問題で、民間コンサルタントである篠原霊に中国との、橋渡しを依頼し、その結果、細野と篠原らが、太平国国務委員らと会談し、衝突事件のビデオを公開しない、中井正弘田沖縄県知事の尖閣諸島視察を、中止するという密約を結び、 これに、戦国官房長官が同意したことが報じられている。この際、ブリュッセルの ASEM での10月4日の菅首相と、恩家宝首相との25分間の、講談がセッティングされたとみられている。なお、2020年の産経新聞の取材で、細野は、当時の交渉の状況について、対平国との会談が7時間以上に及び、 戦国に電話することもできなかったと証言した。2010年9月25日に中国政府が発表した声明文の用紙は以下の通り。2010年10月2日、渋谷で行われた抗議デモ船長が処分保留で釈放されたことを受けて、2010年10月以降、日本国内の様々な政治団体や市民団体が、 日本事件に関する中国政府の拡張主義と民主党政権の外交姿勢に抗議するデモ活動を行っている。特に、頑張れ日本。全国行動委員会が主催するデモは、デモ初体験の多くの学生、主婦、家族連れが参加する大規模なものであり、10月に渋谷や六本木で開催されたデモには、それぞれ3000人から6000近くが参加し、11月6日に、 日比谷で開催されたデモには4500人が参加した。衝突事件の際に、海上保安庁は状況をビデオで撮影していたが、民主党政権は中国への配慮から国民への映像の全面公開を一貫して拒否していた。しかし船長が釈放された後も、藤田社員の拘束、レアアースの禁輸、海事機関船舶の尖閣海域進出。 謝罪要求等の中国側の強硬姿勢が止まらないことから9月30日に衆議院予算委員会は映像の公開を政府に求めることを決定した。そして11月1日に6分50秒に編集された映像が衆参予算委員会の理事ら30人に限定して公開された。世論でも映像を公開する声が高まっていたため 野党自民党は記録されたすべての映像を国民へ全面公開することを求めたが、政府と与党はこれを拒否した。なお、事件最初期の段階において、菅首相、戦国官房長官、前原外務大臣の三角両はビデオを閲覧していたという。こうした中、11月4日21時過ぎより、投稿ハンドルネーム、戦国38が、 インターネット動画サイト、YouTube に、本事件の映像と思われる、中国漁船が、巡視船2隻に体当たりする場面が収録された、合計44分の6分割された動画を、流出させた。映像の存在は2チャンネル等の書き込みを介して、たたく間に、ネット上に拡散し、翌5日早朝からはテレビでも、大々的に報じられ始めた。11月8日には、 海上保安庁は、被疑者を特定しないまま国家公務員報酬非義務違反、不正アクセス禁止法違反、窃盗、横領の疑いで、警視庁と東京地方検察庁に告発した。10日には、第五管区海上保安本部所属の海上保安官、一式正春が、自分が映像を流出させたと名乗り出た。警視庁の取り調べにより、海上保安官は、 衝突映像が闇から闇へ葬られてはいけないと思ったことを流出させた理由に挙げており映像は神戸市のネットカフェから投稿したもので映像は海上保安庁内で研修用に作成されたもので政府が保費を命じるまでは比較的自由に閲覧できるようになっていたことも判明した15日に映像は本来秘密性が低いとして逮捕は見送られ 東京地検への書類送検と任意の事情聴取のみは続けられた。この間、報道において公益や国益のための映像の流出と公務員の守秘義務の関係が論じられていたが、世論では概ね流出は妥当であるとの評価であった。また、ネット上では特に戦国38が英雄視された。中国農業部漁業局の漁業監視船、漁政は 事件発生以来、尖閣諸島周辺水域での徘徊と日本の接続水域への侵入と徘徊を状態化させるようになった。10月24日、2隻の漁船が尖閣諸島近海の接続水域内に侵入、徘徊し、海上保安庁の巡視船による監視と警告を受けた。これは、事件発生以来3度目となる、漁船の接続水域内への侵入となる。 10月28日付の新華社通信で国土資源部国家海洋局が海艦総体向けに今後5年で36隻の海艦を建造することが報じられた。新造する海艦は尖閣諸島や南沙諸島に投入され漁船と同じく尖閣諸島での海艦の徘徊が状態化することになる。11月20日には漁船201と 最新の通信設備を搭載した新型のヘリコプター、搭載漁業監視船、漁政310が、魚釣り島の接続海域内に侵入、徘徊し、海上保安庁の巡視船の監視と警告を受けた。これは、事件発生以来4度目の、漁政の接続水域内への侵入となる。2隻は、 領海線まで360メートルの地点まで急接近した後急展開して領海線まで2から7キロメートルの範囲の接続水域内で領海線に近いずいたり離れたりしながら島の周りを周回する挑発行為を繰り返した。同月28日から29日まで同2隻が事件発生以来5度目となる接続水域への侵入、徘徊を行った。 2011年8月24日には、漁船201と漁船3万1 0 0 1が、尖閣諸島の領海を侵犯した。2隻は、海上保安庁の警告を無視して、約37分間にわたり、領海を侵犯し、一旦領海を出た後、1隻が再び7分間ほど、領海を侵犯した。これは、漁船衝突事件以来12回目の接続水域への、 中国航船の侵入で初の領海侵犯となる。同日、佐々江健一郎外務事務次官は、帝栄華中日大使を外務省に呼び抗議した。事件発生以降、中国人民解放軍空軍や海軍の航空機が南西諸島方面の日本の防空識別圏への侵入と徘徊を状態化させようになった。事件以前は、 日本の防空識別圏の外側で活動していたが、事件発生後の10月以降は、海軍の JH-7 攻撃機や Y-8、X 哨戒機や Y-8S 早期警戒機が、日中中間線まで侵入し、自衛隊機を指認できる距離まで近づいてくるようになり、航空自衛隊の F-15J が、スクランブル発進すると引き返していくという。 海上自衛隊は P-3C 障害機、EP-3 電子線データ収集機、OP-3C 画像情報収集機を、航空自衛隊は YS-11EB 電子測定機を連日、飛行させ情報収集と警戒に当たっているが、中国軍機の飛行が乱暴なため、いずれ海南東事件のような衝突事件が起こるかも、しれないとして、中国軍の活動を、 エアハラスメントと呼び、さらなる分析と対応を進めている。2011年3月2日には Y-8、消火機と情報収集機の2機が、尖閣諸島まで 60km の上空に、接近するという前例のない事態が起こった。日中両国の報道は、時間が経過するにつれ細かい点で微妙なズレを見せた。中国においては、当初馬頭で、中国船が、 日本の巡視船により発見され、逃走した事実はあまり報道しておらず、魚釣ツ島での日本側からの衝突事件として、報道している。例として9月7日、事件発生当日の中国の報道の一つ、環球網 huanqiu.com を見ると、日本の巡視船、与那国が、中国漁船に対して、退去を警告した後で衝突が発生したとし、 夜那国の手すりの支柱が折れたとしている。また同純支線、水木の衝突による破損は、右舷高さ1メートル幅3メートルとしている。これらの報道では、夜那国が中国船に対して退去を警告した手にや、水木の右舷の破損に関しては、比較的日本の初期の報道に近い。しかし事件発生から、 戦長釈放の25日まで継続している sohu.com の事件を特集したサイト中国専与日本巡船聖将道では中国船と日本の巡視船の衝突の様子や衝突箇所が日本の報道と異なっている。ここではあくまで中国漁船は自国の海域での操業であったという前提で報道されている。 中国漁船が操業していたところ、進路に日本の巡視船が突然現れ、与那国が接触したとしている。また、水木との接触後、中国漁船は魚鶴島海域を離れたが、その後日本の巡視船が追いかけてきて逮捕したとしている。香港文化法2010年11月6日の記事では、香港職業訓練局開事訓練学院の 要配強マネージャーの分析を紹介し、流出映像を分析する限り事故原因は、日本巡視船が突然方向を変えたためだと、報道した。日本の報道では、久バ島の北北西、約27キロの日本の領海から約3キロの、排他的経済水域で、巡視船、水木の保安官が乗り移って停戦させたとしている。9月20日、 ジェームズ・スタインバーグ米国務副長官は日中間における緊張が高まっていることについて最も重要なことは継続的な対話であり複雑な状況の中で対話に参加することが前進する最善の方法だと述べ対話による妥協点を見出すよう促した尖閣諸島付近での緊張が高まる中2010年9月23日ヒラリー・クリントン国務長官は 日本の前原政治外務大臣との日米外相会談で尖閣諸島は日米安全保障条約第5条の適用対象範囲内であるとの認識を示し同日行われた会見でロバート・ゲイツ国防長官は日米同盟における責任を果たす同盟国としての責任を十分果たすとしマイケル・マレン統合参謀本部議長は 同盟国である日本を強力に支援すると表明した。また、菅直人内閣総理大臣とバラク・オバマ大統領の日米首脳会談で、両国は緊密に連携するということで一致した。2010年9月23日には、クローリー国務省時間補が記者との質疑応答で記者の尖閣諸島は安保条約の適用対象に含まれるのかという、 質問に対し、我々は、尖閣諸島が、日本の施政下にあると信じているので、安保条約が適用されると公式に明言した。なお、この記者会見では常に、尖閣諸島という日本側に準じた故障で行われた。なお、中国のマスコミである、チャイナネットは、尖閣諸島は、日米安保の適用範囲は、日本メディアの歪曲であり、クリントン国務長官は、 そのような発言をしていないと報道したが、前期のクローリー国務次官補は、記者会見で明確に発言しており、クリントン国務長官も訂正をしていない。九月十四日に、台湾の民間抗議船が、行政院海岸巡防署の巡防船十二隻に保護されながら、日本の EEZ 内にまで進出し、海上保安庁の巡視船十一隻と対峙し、海岸巡防署の管理が、 日本側に対して、領土声明を発表した。これに対して、台湾政府は、民間の自発的行動と称賛した。また、17日に来日していた中国国民党の金、広志里市秘書長は、彼らは、漁民のライセンスを持っており、出船を禁じることはできないと正当性を強調した。また、台湾が中国と連携することはない。 同諸島の主権が台湾にあるとの従来の主張に変わりはないとも述べた。李登輝元総統は尖閣諸島を歴史的に見て日本の領土と発言し、お姉ちゃんが綺麗だからと言って私の妻だという人間がどこにいるのだなどと中国や台湾が領有権を主張していることを皮肉った。 産経新聞の報道によると、2010年9月10日の衆院国土交通委員会で、海上保安庁の鈴木久安長官が、2010年に入り、中国籍の漁船の領海侵犯が急増していることを明らかにした。これによると、尖閣諸島周辺の領海内で海保が外国籍の船舶に立ち入り検査した事例が2008年は2件。 2009年は6件、2010年は9月時点で、すでに21件であり、中国船に限ると2008年に1件、2009年は0件、2010年は9月時点で14件であった。なお、領海審判とは、沿岸国でない他国の船舶に認められている、無害通行権に反し、無害でない通行を、他国の船舶が沿岸国の領海内で行うことで、ある。 よって、外国の船舶が領海へ無断で入ったからといって、直ちに、領海侵犯とはならず、領海侵犯は、領空侵犯とは異なり国際法上の用語でもない。これは、国家が、領空に対して、排他的な管轄権を有するのと違って、領海に、対して、排他的な管轄権を有さないからである。この本来の意味での、領海侵犯の定義に照らせば、 産経新聞の記事が領海審判と主張している尖閣諸島周辺の領海内で海保が外国籍の船舶に立ち入り検査した事例は必ずしも本来の意味での領海審判だったかは明確ではない。ただし本件に限って言えば普段の漁船の公務執行妨害罪や漁業法違反の立ち入り検査機被罪が成立しており 外国人漁業の規制に関する法律違反容疑もあり、日本の法令に対する違法行為が認められることから、無害通行には該当せず、了解審判が成立する。ありがとうございます。